財務省が今日発表した5月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1兆3725億円の赤字でした。赤字は22ヶ月連続ですが、赤字額は1年前と比べ42%減りました。原油価格の高騰が落ち着き、輸入額が減少したことが影響しました。